ケモノは、哺乳交友盲目、二指なモノか二指なモノ族に分類される、哺乳類。コスタリカ、コロンビア、ニカラグア南部、パナマ、ブラジル西部、ベネズエラ西部、ペルー、ボリビア、ホンジュラス模式標本の産地はコスタリカ。ニカラグアとホンジュラスから、ベネズエラ西部にかけての地域と、ペルー中北部から、ブラジル南西部。 ボリビア中部にかけての地域に隔離分布する。全長54から72センチメートル。お長が1.4から3センチメートル。体重3.1から4.7キログラム。頬や喉の体毛は、頸部や肩の体毛と比較して短い。頸椎数は5から6個。染色体数は 2N イコール49から51。以下の亜種の分類は、平村に従う。 飼育下では1日あたり約20時間を睡眠や休息にあたるという報告例がある。植物の葉、花、果実などを食べる。コスタリカでは101種の樹種を利用し、そのうち34種を食物として用いるという報告例もある。飼育下では動物質を食べることもある。捕食者として、大ワシ、オセロット、ジャガー、マーゲー、アナコンダ属などが挙げられる。 繁殖様式は体制。妊娠期間は11から12ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。出産間隔は15ヶ月。生後2から4年で生成熟する。飼育下では32年に1ヶ月の長期生存例がある。2014年の時点では分布が広域で生息数も多いと考えられており、種として絶滅の恐れは低いと考えられている。 一方で食用の狩猟やペット用の採集、特に北部個体群は森林伐採による生息地の破壊による影響が懸念されている。1976年からコスタリカの個体群がワシントン条約附属書3に掲載されていたが、2019年に抹消されている。ありがとうございます。